まだ戦えます。やり遂げてみせます。心のままに。土に生まれ、土に帰る。ご苦労さんだ。ティーダの考えがよくわかんないのよね。ユーナはスピラに返したいのに、自分は帰りたくないみたい。帰るのが嫌ってわけでもなさそうだが、あいつは、俺は消えた、という。たとえスピラに戻れても、居場所がないと思っているとか。だとしても、居場所なんて自分が作るものよ。そもそもティーダは、住んでた町から知らない世界にいきなり放り込まれたんでしょ？それでもユーナや仲間に会ってさ、スピラって世界に自分の居場所を作ってみせた子じゃないの。そうやって築き上げた居場所に、あいつはあえて背を向けたんだ。自分が消える事実を受け止め、覚悟を決めてやりきった。消えたくなんかなかったはずだ。それでも、スピラに別れを告げた。悩んで悩んで決めたんだろうね。俺があいつなら、他人に何も言われたくないな。We'll be right back.